弾けてましたね。はい、どうも皆さんおはようございます。今日はでもあんまり頑張ってないか。7時45分になります。濁り方は昨日よりあんま変わんないかな。から5%薄くなったかなぐらいですね。はい、いい感じだと思います。で、ね、さっきまで結構鳥がいっぱいいたんですけど、ちょっと今はねどこか違う場所行っちゃいましたけど、あ、ここでもいるな。あ、でもそうでもないか。カモメとシラサギが結構いたんですけど、シラサギが岸にいるんじゃなくて結構沖の方でこうね浮遊してホバリングしてこう突っこうかどうか迷ってるような状態でしたね。やっぱりシラサギの方がそういう刺すのは得意じゃないですよね。はい、今日はねすごい長くていいやつ釣れました。ほら、なんかすごいいい感じ、長年流れてきていい感じにね削られて15度です。15度やってくぞっと。ガチペンでいきます。いや、ガチペンがね本当にここのところ一番反応いいかもしれないですね。あんまり皆さんが所有してないからかなイメージですけど、独特の音がスプラッシュと。お願いします。やっていきます。よいしょ。風はですね3メーターぐらい吹いてます。なんでまあまあ吹いてますね。だけどトップ連絡できるぐらいのレベルです。ほらね、こうパン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 ポンポンガンガンってやってこうカラッコロカラッコロパシュッ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 ってね、すごいスプラッシュしながらドッグオークしてくれるんで、まぶしいゾーン入った。これまぶしいゾーンでずっとこのしかめっ面してると眉毛と眉毛の間にシワができるんですよ、深いのは。ねえ、それが深いだわ。で、あとはあれですね、今日は朝っていうか昨日の夜、あのマイバスケットであれ買ったんですよ。なんだろう、あの肉コップじゃなくてあのステーキ、安いステーキ買ったんですよ。あのなんだっけな、あと2枚とか入ってるやつ。あ、おはようございます。ありがとうございます。なんだっけな、肉ステーキアンガスビーフじゃなくてあのアメリカのビーフ、もう肉コップにたっぷりのビーフを食べたくて、どうしてもそれをね10時9時半ぐらいかな、ちょっとバター使ってしまってね食べたんですけど、700いくらしたので、あのマイバスケットの中では高いわけじゃなくて量が多かったんですよね。 1.5 枚分ぐらいありまして、それをね全部ペロリと、まあ僕だけじゃないですけど食べて、ちょっとやられてます胃が。結構きつい。ほら、みんな帰ってく人も結構多いな。どういうわけだ。もうちょっとダウンで僕流したいんですよ。クロスに入れてこうダウンで流してって食ってくってことがね多いんですよ最近。まあもともと僕トップそれが好きっていうか俺がそれが多いんですけど、クロスに投げてダウンに流していって食わせるっていうねことが多いんで、どうしようかな、ここでいっか。まっすぐ投げてこう下げの流れに乗せながら食わせる方法でいきます。よし、最近滑ってないから気をつけないとな。スルリといかないようにね。あれ、飛ばね、ミスった。いや、今日トップでの反応いいと思うんですけどね。ベイトも上にいそうだし、すごい。ただ潮目がちょっと遠い、左手のここは痛いですね、ここは。で、僕この間のシャルダスもあの前言わせてもらったと思うんですけど、こうやってやってて少し体がこうスッとこうスッ
とこう動いた瞬間になんか本当にバイトが多いんですよね。予知してるかのごとくっていうか、なんつったらいいのかな、もしかしたら音声が遅れてるわけじゃないと思うんですけどね。ガチポッパーがね届くんだったら、ポッパーっていうかあれなんだっけ、ガボッツが届くんだったらガボッツでいいんですけど、ガボッツよりねこっちの方が圧倒的に飛ぶんで。やっぱちょっと主張の中では届かないな。ちょっとねこれスーパーサミットも滑っちゃってちょっと使えないかなっていうぐらい上流側から下流側に向けて吹いてますね。また明るいゾーン入った。でもこの明るいゾーンぐらいになった時に食うんですよね。シャルタスもね結構そんな感じだったっすよ。どうしようかな。まあ、ちょっとまた言ってきますけども、大会でね、皆さん、ちょっともしかしたら、サイズを下げるというふうに言ったかもしれないですけど、エントリーのね、特に後半になってくると寒くなってきて、釣れにくい人もいると思うんで、僕も含めて、もしかしたらその60センチからいいですよってなるかもしれないし、55センチからいいかもしれないですよってなるかもしれないんですけども、一応ね皆さんが平等のスタートにまた再スタートが切れるように、あれです、まあ、やるとしても16日からの超過でお願いしたいなと思ってます。その方がねやっぱり皆さんがエントリーできて 1,2,3 以外のそのなんだくじ引きで当たる賞がねチャンスが可能性が出てくると思うんで、もちろんやっぱね60センチまではあるかもしれないですけど、60から65って意外と厳しいのかもしれないなと思い出して、地域差もあると思うんですけど、ちょっとアップに入れてみましょう。ちょいアップ、どうだろうな、ちょっと考えております。あと皆さん昨日からGoogle 広告に出してるんですけど、もうね分かっててエントリーされてくれてる方とか登録してくれてる方はページ開かなくても大丈夫です。ページってのはその広告って僕のやつがもし出てきたらですね、これ7おっかね、実は7の大会だなっていうふうに分かったら、俺エントリーしてるしっていうふうに分かってる人だったら押さなくても、こうやってクリックして見ていただかなくても大丈夫ですので、あれはね一応こう知らない人用に向けて発信してるんで、1回再生するとね2円とかね4円とか取られるんですよね多分。なかなかねそちらでもお金が取られるっていうね、宣伝でもっていう試みをちょっとやってみました。まあ、うまくいくかどうかは分からないんですけど、いや出てくんないかな、ちょっとシャルダストにした方がいいのかな、シャルダッソーリベンジ行くかな、早めに。ガチペンか、どうしよう、次もう一回クロスに入れてそんで終わりにする、終わりっていうか違うルアーにする。なっと、ただ巻きどうなんだろうこれ。ちょっとこうやってやりながら、こうやってシュン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 ってやりながら巻いていきますか。ドッグオークの幅は狭くなって、ちょっとボラがビビビビって逃げてるような
スプラッシュ上げながら。だからいろんなルアー見てきて上がってきてると思うんですよね、上に。だからちょっと違うなと思わせなきゃダメな気もするんですよね。アマペンが釣れてる理由っていうのは、そのね、有楽町の宝くじ売り場じゃないですけど、有楽町の宝くじ売り場で女子めっちゃ多いじゃないですか。ってことは当たる率が上がるじゃないですか。だから単純にアマペン使ってる人が多ければ釣れてるっていう情報もね、いっぱい上がってくるのかなと思うんですよ。まあ、あとは実際に本当にね、使い比べてアマペン変えたら出たとかっていう人がやっぱりね、いると思うんですけど、どうしようかな、飛距離が必要なんだろう。でもちょっと ショルドスにして、ショルドスにして終わります。はい。さあ、みんながトップばっかり投げてる中に意外とこのショルドスが効くんですか。1回しかまだやってないけど、かかってないけど調子乗ってる、はい、クロスにでちょっとダウン気味に入れて、でこう竿をちょっと右へ構えて、こう流れてるからね。でちょっと待ったんだ、時計ルッキング作戦したから時計を見てこうフォール勝手にしてるっていう。でそれで巻いてきて食ったってね。で体をちょっと右にやった瞬間にグンってくると、こうやってやった瞬間ぐらいに食ったんですよね。こういう、何なんだろうな、あれ気のせいなのかな。近寄ってきてだんだんちょっとこう、あそこでライズしましたね。てかボラが逃げたアクションしましたね。ちょっとバジングしちゃってる。もう一投やって終わります。そこの光からちょっと右のところで反応がありましたね。表面で、水面で。ああ、ちょっと右行っちゃった。まあいいや、これで上流していきます。風のあれもあるんで、今ちょっとバジングみたいになっちゃってるな。つるーっと表面直下5センチぐらいをね、ひらひらひらっとこうブレード回しながら流してるような感じですね。こう勝手に緩く流しながらでもブレードが回ってるから、キャッ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 こう魚がこうね、泳いでるような演出ができてるわけですね。素晴らしい。14の方がいいかな。まあとりあえず撮影の方はこの辺で終わりにさせていただいて、アングラーさんは下流側にワンドの中腹へ向けて、6名ぐらい、上流側の方は、4名ぐらいいらっしゃいますね。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思いますが、ちょっとねボートシーバスの編集がちょっと全然できてなくて、違った案件でね、まあ、あのメインのバイトの方でちょっと数字的な仕事をすごいすることが出てしまったので、その辺ちょっと編集できてないんですけども、なるべくあの隙間を見ながらちょこちょこ進めていって、まあ、ちょっと日が経っちゃうと思うんですけど、まあ、ちょっとね一つの釣れてるところをちょっと見るぐらいな感じでできたらなと思いますので、皆さんもうちょっとお待ちいただけると嬉しいです。はい、では大会参加の方お待ちしてます。失礼します。また明日お願いします。